今回僕らは美しい海岸線と豊富な波があるオーストラリアのゴールドコーストに滞在した。ここは僕が学生時代を過ごした第二の故郷であり、たくさんの刺激を受けた場所だ。10月の気候は日本の秋と似ていて、日中は日が差すと25度を超えてくる。どんな3週間になったのか、シリーズに分けてシェアをしていく。さあ、今日は何をするんですか？今日は、今からカフェに行って、SIM カード買いに行って、で、大工のさ、シューティングします。板に傷がないかチェック。多分大丈夫そうだ。よかったな。そう。飛行機の中が一番興奮したかな。ね、興奮してたね。サーファーズパラダイス見えた瞬間が一番興奮したわ。着いたらもうなんか、あ、これこれって。あ、まあ、思いっきし家間違えたけどね。ね。タクシーのおっちゃんめっちゃ綺麗でしためっちゃ綺麗でしたよね。パックアップマイデーって言われたんだよ、ね、言ってたよね。え、と思った、ね、まあ、波あるようなので今日は海に行くけど、その前にライフラインプリペイドじゃない、SIM カードとゲットして、うん、まあ、SIM カードゲットする前にやっぱオーストラリアといったらカフェなんで、楽しみ、ラテをゲットして、シムカードゲットして、ご飯食べて海入りたいと思います。意外と換気もしなくちゃいけないから意外と忙しい今日、ね、行きましょう。 OK。 何ゲットしたんですか？アイスラテじゃない、ホットラテ。通学路です。高校ですけど。ここを通って、であそこサーフクラブなんだけど。うん、あ、そういうこと？これです。魔法大の出身校。こちらです。懐かしい。バレーヘッズにやってみました。バレーヘッズサーファーなら絶対知ってると思うけど、めちゃめちゃ有名なライトハンターが、こちらがサーファーズパラダイス。かわいい。すごい広くない？広いよね。こちらがオーストラリアのお札、新しくなってんの？そう、違う、見て、これ透明なの見える？え、なに？あ、本当だ。これ水に濡れても切れない。そういう意味で透明な、多分本当に海が文化だから、本当にね。でサーファーとかさ、あれ ボードショーツのポッケにこのままお札パッて入れて上がってそのまま渡しても大丈夫。そういうことね。水に濡れても大丈夫なことです。じゃあ、これがコイン1ドルと2ドルです。キーネ、
寒さどう、ね、今朝の寒さどうですか。今朝多分何度だろう、16度ぐらいになってるよ。あかもね。でも今は日が出てきて、ご覧ください、日が出てきて、靴下履かないと寒い、うん、それどこの靴下、ね、かわいいね。あのハワイアンキルトのさ、うん、なんだけど、読めない、サベージサベージっていうハワイブランドです、うん、服だけだからこれ1個スーツケース大好きなんだね。服を着て写真撮りたいから、そのためにいっぱい持ってきたんだけど、今日は何着るの迷ってて、うん、これ、うん、ちょっと反対なんだけど、まあこの赤のこんくらいニットだよね、着てもわかんない、ちょっと動いた瞬間に汗かいちゃう、そうそう微妙な感じだよね。でもオフショルでしょ、うん、オフショルだから、でお腹も出てるもんね、うん、まあでも多分ちょっと暑いと思う、うん、でもちょうどいい瞬間もいっぱいあるから、これか、これは古着、うん、なんだけどモンタナヴィンテージ、うん、そう超可愛いからチェックしてほしい。これにブラウンのジャックフレアのジャックコーディロイで、あの10月半ばだけどコーディロイとかも全然余裕だよね。ちょうどいい季節でした、うん、このセットか、このセットだったらなんか帽子とかかぶりたいなって。こう、こう、ええ、みたいなね、2、3グラス、これは分かんないけど、このトップス、結構ロングだけど、なんか季節的にちょうどいいよね。これはフォークスターレーベルっていう沖縄にあるオールウェイズサンシャインコーっていうお店の中に入ってるブランドで、アツシさんのブランドです。超かわいいよね、すごい着やすいから、これにまあブラウンか、それともうちょっと爽やかに、これすごい汚れちゃったんだけど、ひなこのすごいお気に入りのフレアパンツ、ここのウエストの部分がすごいお気に入りポイントの、これも古着、ネットの古着で買ったから、なかなかこういうのないんだけどさ、にこう合わせるか、うん、いいね、どっちがいいと思う。あ、行きましょう。第一、まず手から手から合っていきます。どこのカフェ行くの？グッテイカフェ。グッテイ。今日は何のいた？今日はいつもと同じのこのマーブルのコーリーのお気に入りを。なんとフィルムを忘れたことに気づき、再び戻ってまいりました家に。はい、忘れた人です。サイス、ちゃんと持った？持ったよ。あー、しっかりもう全て忘れてた、最悪。気を取り直していきましょう。いきましょう、たくさん持ってきたんで大丈夫です。それは何のカメラ？これは
普段みんなが撮ってたり、横長のやつは 35mm って言うんだけど、うん、これは 120mm っていうフィルムを入れて撮るカメラで、ミディアムフォーマットって言われてます。結構でかくてね、重いんだけど、すごい鮮明な写真撮れて、まあ、四角で出てくるからすごい可愛いよね。だからたまにこれ持ち歩いて撮影したり。 120mm フィルムには私はお気に入りこのコダックゴールド200、最近出たもので、そう、今までは 35mm のフィルムしかなかったんだけど、今は 120mm のフィルムが出て、今回これを使用します。いい感じに撮れる。いい感じ。あの景色見て。よくない？星が来る。あそこで入る。そう、あの奥で入る。また今日は空欄だったのほうスナッパーで今日はあります。今日は有名なスナッパーです。波でかい。波めっちゃいい。いいよね。ただし、めっちゃパドルが疲れた。ずっとパドルしてたもん。疲れた。久々にこのスナッパーの流れにやられたもん。釣った。どこが？ここが釣りました。暑いね。カラカラ入ろうって。リフィールポイント発見です。いいね、ビーチにあるの、ね、すぐさ、ビーチでさ、飲み終わっちゃうからさ、ちょうど俺らだったよ ね、 ね、味は？美味しい、普通に美味しい。いよいよニューボードをゲットしに行きたいと思います。あちらのサーショップに今回はハモの板を頼みました。ハモのパキパキの板を。 Hello! How are you? How's it going? I'm good!
Thanks for the board. Are you being good? This is my girlfriend. Hi. Hello. I'm Hinata. Nice to meet you. Oh. Ooh. Nice spray. My new factory. I know. You got your own factory here. Busy? So busy. You look tired, girl. Barry's gone to Brazil for 5 weeks, so I'm factory shop. By yourself. Great. Cool. Snapper, Diva, Beach yep. Break. Kind of, anything. Kind of anything, yeah. Shoot! I tried this today. You gonna serve? Yeah, this afternoon. I know. It was fun this morning. I mean, what? Yeah, before lunchtime. Yeah. 最高。やっぱちょっとプロサーファーに戻るわ。パキパキの板でね。超楽しみ。久々で。1年半ぶりでノーマルボード。この後やんの？この後やります。ありがとうございます。どんな感じですか、このお店は。めっちゃ可愛い、いっぱいあるよ。メンズ少ないけどカラフルだよね、すごい、やっぱだからこう、なんか海外でさ、古着屋さん行きたいなって思う。ちょっと違うんだ、ちょっと。でもちょっとサイズがひなこにはね、やっぱり一応でかい、すごい、すごいですよ、これ。絶妙なカラーだね。ムームーみたいやん。意外とフリフリのワンピースとか、うん、こういうのでパーティーみんなでやるんですよ。なんか家を借りてやったりとかさ、そしてこういうの着てるよね、意外と。服に合わないけど。おい。うそで。ヴィンテージショップどうだった？めっちゃ可愛かった。全部でかい。すごくでかい。日本でいう L サイズぐらい。次のヴィンテージショップに行った時に会ったらいいな。楽しかった？めっちゃ楽しかった。可愛かったし。久々です。ショートボードにこんなワックスの。ベースコート最初にこうやって斜めにやって、うん、でこっちもね、反対もクロスさせて、上体で最初横をって横やって縦やって、ある程度濡れたらそこからもうね、ずっとこうやって円描いて塗っていくと、すごいいい、見えるかな、いいブツブツができてる、見える、ちょっと見えにくい、見えないか、このルーティンはずっと変えてません。といえばウルワスです。はい。ウルワスかコールスだけど、俺コールス派なんだよね。なんで？なんかいや、なんとなく。どういう違い？
ほぼ同じ。今日は何にしましょう。意外と高い。これだけで400円相当だよ。これ、はい、このレタスだけで。なんかさ、海外ってディップがさ、すごい美味しいよね。確かに。これはマスタード。いろいろあるよね。なんかアボカドディップ。これレモンだって。美味しそう。美味しそう。ガーリックオイルだって。今日は何のご飯にするの？トマトチキン煮込みとサラダと大量のご飯なのでオリーブオイルと、さあいくらになるんでしょうか。おー70ドルです。高い、まあ、まあまあまあ。こちらクーパーズ今日のビールじゃないかなんですが、オーストラリアにそういうのは知ってるけど、これ絶対飲む前にこうやってなくちゃいけない。なんでこの沈殿物があったりして下にね、うん、これやんないとそれが混ざんないからやった方がいいよって俺最初に言われた。見して。なんもないんだけど、ある場合があるから。ペレール、okay. デイツドお疲れ様です。うん、うまい。おいしい。うまいでしょ、うん、うまい。軽いけど軽くない、うん、感じがおいしい。しっかりしてるね。今日は何を作ってるの？今日はトマトのチキン煮込みです。この前キャンプでやった。おいしかったよ。おいしかった。ビールだけ本命。超疲れたから1本目のビールにしてちょっといっぱいになっちゃった。うん、めっちゃ美味しい。いい感じですね、うん、煮込みました。ダーン、いただきます。コロルコーストのイメージ変わった。イメージとかまずないけどね、ひなこは。イメージないけど、めちゃくちゃ優雅な場所だなって感じでしたね。うん、優雅だね、本当に。街がなんか綺麗な海だし、なんかみんなそれぞれ超楽しんでる感じの街だった。うん、優雅、本当になんか安全な感じマックスだったね。住みやすそう。そう、住みやすそうだった。住みたいと思っちゃった。こんなものも買っちゃいました。一目惚れで。かわいい。タンブラーだよね。うん。コーヒーを。あんまこう、日本って限られて、あのブランドとかにタンブラーは限られてきちゃうから、そんなになんか、かわいいっていうもの出会ったことなかったけど、すごいこれはかわいすぎて、プラネット、Made from the Earth で、For the Earth だって。だからすごいなんか環境にいいのかな。まあ、まずグラスだしね、これ。こんなのあんまり日本にないからめっちゃもう嬉しくてすぐ買っちゃった。どう、地元に帰ってきたって感じ？うん、懐かしいけど懐かしくないっていうのか、面白い。一人でいたらね、多分ああ帰ってきたなみたいな感じだけど、ひなこがいるからね、うん、ここはね、みたいな。そのテンションがすごかったね。うん、すごい説明してくれたね。テンションが上がった。でも一番、あ、これだなって思ったのは、あのカフェとかで、おじいちゃん、うん、おばあちゃんがさ、うん、仲良くお茶しながら話してたり、新聞読んでたりしてるのがいいよね、カフェで。確かにね。ほんと、水曜日の10時、11時からそれをやってるっていう時間の使い方の上手な感じ。確かに素晴らしいなって、やっぱ、はあ、ここで育ったんだなって